さあ今日はですね、こちらクラシックホテルズ、函館っていうところですね、愛っていうところなのかな、こちらの方で、一棟狩りっていうんですか、したので、ここを貸し切りでございます。2人でなんか函館の雰囲気とめっちゃ合ってるよね、ザ函館太陽折衷って感じ、すごい。でこれなんかね、ほら指定建築分なんとかに登録してますでございますなんかいいね。では早速入ってみよう、よいしょ。おー、すごい、すごいね、本当にそのままの、中はリノベーションしてるけど古いなんか状態は残ってるみたいな感じです、早速上がってみます。すごい古い感じがするね。素敵。見てこれ。ほら、あれあれ水曜どうでしょう。水曜どうでしょう。こんな感じ。ちょっと行ってみよう。ああ。居酒屋みたい。すごいちゃんと使えるようになってるわ。誰かゲストが来るかもしれない。ね、すごい、すごいね、本当にだって木とかさ古い感じで、でこっちが一応リビングルームみたいなこと、むしゃ、すごいね、おお。でもここが函館のね、通り目の前ですから、これさ、さっきのとこまで歩けるっちゃ歩ける、歩けるね、それ行けるね、いろいろ、でもう来た段階でエアコンがついてて、電気が全部ついてる、でちゃんとテレビとかもあるよ、じゃんでこっちがキッチンで、今対面しないみたいなんで、こうやってね、もう自分で検温もして、こういろいろ書くみたいな、でこれがキッチンなんですよ。何でもあるね、大体のものは全部揃ってる、電子レンジ、トースター、すごいね。おう、見て、お、いろいろカラトリ類も、食器、何人を設定してるんだろうか、もうすごいお皿から雰囲気のある感じで、なんかおしゃれだね全部。おお、すごい、ホットプレートもあります、すごいね、まあザルとかね、コンロがこれっていうのはちょっと使いにくいかな、そうだね、あら、
ペンとワイングラス、これは嬉しいですねという感じ。ここに書いてあった地図、あ、1階、2階と2階、部屋よ、めっちゃあるんだけどね、なんか可愛いよこの感じとか、うん。お風呂行ってみる？お風呂行ってみる。なんかめっちゃいい感じじゃない？トリックだ、トリック古民家だよね。でも古いけど清潔感はあるよね。うん、すごく綺麗。よし、おお。札幌ビールって書いてます。まあ一般的なアメニティがあるって感じかな、うん。で、閉めるとこっちに寒いとかドライヤーとか、あ、これ CM のやつじゃん、ジェルボールだ。洗濯もできる。で、タオルもついてる、うん、ありがたいですね、うん。じゃあ、開けてみます。おお、すごい、すごい、温泉みたいだね。もうお湯が張ってあるね。しかも洗い場2つもついてるから一緒に入れるよ。あ、こっち側とこっち、うん、すごいね。で、見てください、サウナ、サウナ、サウナ付きってすごくない？これはなんか入れなきゃいけないんだと思うけど、サウナも使えます。で、あのほら石があって、あれに水かけてよくみんなやってるローリー、ローリー、広いよ、広い、すげえ感動した。お手洗い一応見て、よいしょ、お、小便器がある。懐かしの小便器じゃん。小便器とまあ普通のトイレですね。トイレはちょっと夜怖い。そうだね、うん、寒かったな。減らしてあげるよ。いや、なんかめっちゃいいわ。2階の階段の感じとかもさ、すごい、朝から寝ぼけて落ちそうだね。狭いこのね、昔ながらの方向台、これ人を感知するとシュッてなるやつ、怖っ。なるほどね。あ、ほら、いい匂いした。ほんとだ。うわ、すごい。うわ、すごい。こっちはこんなの。かわいい。なんか本当に博物館みたいだね。ね。1って書いてる部屋があります。1、あ、上にもトイレある。本当だ。トイレ。2階トイレ。2階トイレ。あ、2階のがいい。勝手に開いた。これ2階でおしっこした方がいいね。あれ中の、ね、そっちか。2階の方が綺麗ですね、トイレは。部屋はさ、4つもあるよ。まず部屋1からいきます。
ね、おしゃれな感じの。いいね。うん、シングルが2つ、うん、ツインルームっていうの。ツインね。あ、でここにもドライヤーとかこういう。あ、だからそのお風呂入った後ね、お部屋でそれぞれやれるよっていう。だから結構大人数向けだよね。これいいね。みんなで友達、みんなの友達いないけど。でこっちが2って書いてます。2はダブルベッド。ダブルだ。でここもちゃんとね、まずね、ドライヤーがあって、まあ普通に寝るには十分なお部屋ですね。うん、でここ、こんなとこにもなんか流しが、流し？お手洗いするとこね。うん、3、ここが一番広いかも。すごいね。すごい。いい感じの洋室。でしかも見てください。この奥にもう一個あるよ。4って書いてある。これもダブルです。すごい。みんな作りはだいたい一緒かな。シンプルな作りだけど。ね、置いてるものがあって、だから8人最大で泊まれると。なんか昔の遊び、おもちゃみたいな。これがお手玉ですね。手裏剣鶴だって。で、ちょっとちかまさん、これ開けてみ、何入ってると思う。わかんない。わぁ、かわいい。ビー玉が、ね、ビー玉がいっぱい入ってます。お手玉できる？お手玉できるよ。うん、3個も。3個はできる。2個ってできない人いんの？まあこういう昔の遊びがあると。さあ今近間さんがね、この宿泊者名簿を書いてます。でせっかくね、キッチンと食器がありますので、ちょっとここから買い出しに行ってですね、ここでちょっとしたパーティーをしようかなと思います。どうですか近間さん。賛成。よし、なんかいいじゃん、家でねやるっていうの。では買い出しに行ってきます。できました。まあ、結局ね、夕飯食べてきちゃったんで、まあちょっと軽く
やろうかという、軽くやる量じゃないんですけどね。あとは長谷川ストアのやってるイベントと、なんかいろいろ良さげなの買ってます。このサムウェイをとこれで入ってきます。温度がね、どれぐらいだろう。結構ぬるいな。結構ぬるい。よいしょ。ういじゃ。あー、もう結構入ってます。めちゃめちゃ気持ちいい。で、足伸ばしてもね、全然。二人入れるね。うん。いいよ。で、サウナもあるんでね。ちょっとサウナはさすがに動画は。壊れちゃうから撮れないけども、サウナも入りたいと思います。あー、めっちゃ気合い、快適、あったかいよね、こんな岩風呂で。あー、どうですか。こんなのもできるよ。この函館カールレイモンのソーセージで、味はね、これね、なんだっけな、レモン&パセリ、パセリウインナーにしました。これ焼いていこう。これ使い方いまいちわからん。ただの愛熱する系ね。触ったらめっちゃ火傷するやつじゃん。ついたんかな。ついた。これです、やっていこう。これ初めて使ったんだけど、なんか焼けてんのかどうかが分かりにくいっていう。あー、でも良さげだね、いいね。じゃあちょっと紹介からいいですか、はい、まずはこちら、函館カールレイモンのソーセージで、これが、これすごくない？ね。うん。函館和牛のローストビーフです。これ市場で買いました。うん。で、これも同じ市場で売ってたんですけど、鮭の切り身とイクラだね。うん、で、これなんか、おにぎりセットみたいな。これ買っておにぎり作れよう的なやつです。うん、で、これが、シャインマスカットでございます。これ、ちかまさんの、歌ってる時は。好きなんだって。で、僕食べたことないので、これちょっと楽しみで、開けてください。じゃじゃん、これだよ。これが焼き鳥弁当の大盛り大でございますね。いいじゃん、こうやって食べるのにちょうどいいじゃん。そうだね、ご飯が多いから、うん、これもう外すやつやってよ、例の。ああ、蓋に入れて、どうせ食べるから出しちゃっていいでしょ、うん、これね、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないやつね、うん、こう置いて、こう抜いてくるんですよ。お、来た、こっちからいく。なるほど。おお、見せてください。絶対寄るやつね、うん、でも美味しそうだね、これね。夜に食べたくなるんだよね。こんな感じでやります。あ、で、これがサービス、シャンパンですね、これ。よし、じゃあ開けます。まずは、せーの、飛ばします。いや、お腹は大丈夫。おい、飛ばしませんでした。ということで、
すごいね、泡が。酸味はこれかな。うん。よし、いただきます。さっぱりしてね、じゃあ早速これもかけちゃうね。じゃあ早速それからいくのね。シャインマスカット、ブリンブリンのシャインマスカット。おお。じゃあ僕はこれです。これね。これね。すっごいお肉。だってお肉じゃん。なんか癖があるんですよ。それがお肉の癖なのか、タレかな。うん、美味しい。うん、タレがちょっと焦がしした醤油みたいな。そうだね。うん、これもいただきます。脂がうまいこれね。これ函館だって。あ、すっごいトロみたい。うん、美味しいね。うん、美味しい。ソーセージも最高。これ美味しいんだよね。焼き麺もどうでしょう。うん、美味しい。うん、夜に食べるこの背徳感がね。これね。うん。ケンヤに2人ってめっちゃ寂しいね。寂しいね。豚です。豚なんだよね。うん。うん、鳥って言ってんのにね。うん。